久保さんお疲れ様ですいやー今日ねあの海鮮丼ありがとうございます美味しかったですねあれ500円これめちゃくちゃ美味しかったですねはいまあ対談もさせていただいたんですけどまあテーマはですねなんやろなテーマテーマ決めて話せばよかったなテーマはまあアクセルを踏むってことですかね アクセルをまあ、今下道でゆっくり僕なんかちょっと移動してるんですけどまあ車だと下道か高速かしかないじゃないですかでまあ下道だろうが高速だろうが僕いろいろなそのパターンでね走ってるんですけどまあ、下道でどれだけ時間かかっても結局つくんですよ結局アクセル踏んでればつくっていうね これは鹿児島から僕、北海道の宗谷岬行った時も、最初はね、果てなき、だいぶ遠いなと思ってたんですけど、まあ、ついてみたら、あ、つくもんだなっていう <laughs>。ついてみて分かったことが、あ、車でも来れるもんだなっていう <laughs>、まあ。ま最初はね、やっぱね、遠いなぁと思ってたんですけど、うん。でも一回それを経験しちゃうと、なんかね、 だこの前の車のイベントでも、あのー、なんかイベント終わってね、あのー、これからどこ行くんですかみたいな。いや、広島です。みたいな。広島っすかみたいな、うん。まあ僕からすると、まあ、そんなに大したことないですけど。<laughs> まあでもね、イベント終わってからのですから、まあちょっと体力的にあれでしたけど、まあでも、 アクセル踏んどけばつくんで、うん。それが何時間かっていう、ただそれだけの話じゃないですか。うーん。だからやっぱね、ま、まとめると、ま、あその目的地、目標、夢っていうのは、限りなく遠かったりとか、あー、なんだろうな、うん、雲の上だったりするかもしれないですよ。今は非現実的な話だったりとか、今は、うーん、想像もできないような、 かももしれれないけれどもまあ結局アクセル踏み続けていけばまあある程度のところにはいけるのかなっていうまあ今日その久保さんの家に行ってそれもつくづく感じましたね <laughs> 久保さんが隠居してるって何か変だな <laughs> みたいな <laughs> なんかねまあ、動画でやり取りしてますけどやっぱり僕はあの久保さんのあの広島のなんだ一番最初に訪問した時が広島のあの公園の前の事務所で なんかそのねあのねあ扉に即歌集みたいなね書いてあって、まあ、ちっちゃいセミナールームにパンパンでね人集めてましたけどあん時ね隠居するなんて思ってなかったですしねなんかあの庭を見てあの佇まいそしてあの服装を見てなんか違和感しかなかったですね動画で毎日見てるんですけども何すかね あ人間って変わるもんだなみたいな人間ってか生活って変わるもんだなみたいな <laughs> すげえねなんかね時が止まってましたねあれねあのこぼれ日朝のこぼれ日からのアいシャさんどうもみたいな <laughs> まこのこの空間だけなんか時が止まってるぞみたいなうんでも久保さんもねネットビジネス始めた時、まあ、そ今の生活できるなんてね1ミリも思ってなかっただろうし あやっぱねアクセル踏み続けるっていうことがなんか知らない世界に連れてってくれるんじゃないかなと思います。はいいっってらっしゃい